はいさい、ちゃんまりです。最近は少しずつ寒いなと思う日も増えてきたんじゃないでしょうか。やっとニットなどの秋冬素材が楽しめる季節が来ましたね。ということで今回は GU の秋服ルックブックやっていきます。今から冬まで使えるおすすめアイテムばかりなので、ぜひぜひ最後まで見てください。私の体型がこんな感じ。ちょっとね、腰の位置が低めで、あとね、上半身が寂しい感じの体型だから、そのあたりをね、こううまくカバーするような服っていうのを中心に選んでます。ということで1着目からスタート。まず最初に選んだのがこちらのマーメイドスカート。これね、パッと見て、あ、可愛いと思ってすぐにカゴに入れました。で、これに合わせるのが透け感のあるシアーシャツと、それからこの柄物のね、ジャガードベスト。私普段こんな柄物とかあんまり選ばないんだけど、今回ね、実は服の大半をね、旦那が選んでくれたんだよね。このスカートにはこのベスト絶対可愛いと思うってね、もう力強く言われたんで、ちょっと冒険して買ってみました。このベストに合わせてちょっとモードな感じに仕上げたかったので、ウエストポーチに足袋のブーツ合わせていきます。このコーチのウエストバッグはコーチの福袋でゲットしたやつなんだけど、これ最近本当にお気に入りでね、めちゃくちゃヘビロテしてんの。コーデのポイントになっていい感じ。あと両手が塞がらないっていうのもめちゃくちゃいい。ということで一つ目のコーディネートがこんな感じ。うちの34歳の夫が選んだんですけど、どうですかね。めちゃくちゃ可愛くないですか、このコーデ。このジャガードベストはちょっと古着感もあるから、合わせ方によってはすごくポップな仕上がりにもできたりするんだけど、こうやってマーメイドスカートと合わせることによって、こう大人可愛いみたいなね、感じの合わせ方になってるかなと思います。このショート丈がまた足を長く見せてくれていいんだよね。このシアー T シャツは肌触りもいいし、すごくあちこちで活躍してくれそう。で、このマーメイドスカート本当にめちゃくちゃおすすめ。絶対買った方がいいやつ。まずね、形が綺麗。このお尻周りとかすごくスッキリして見えると思いません？裾のフレアの部分の布がたっぷり使われてて、で、生地がね、厚手なんだけどとっても軽やかだから、ちょっと動くたびに裾がヒラヒラって動いて、それもすんごい可愛いのよ。確かあと2色他の色もあったと思うんだけど、それも買おうかなって思ってるぐらいこれおすすめです。あ、いつの間にか次のコーディネート入っちゃってたんだけど、次はね、このマーメイドスカートにクロップド丈の、セーター合わせていきます。で、ここに合わせていくのがさっきも履いてた足袋のブーツと、それから綺麗なブルーのグッチのバッグですね。はい、ということで2つ目のコーデがこんな感じ。もうセーターの丈、セーターがね、思いっきりクロップド丈だから、このマーメイドスカートのハイウエスト感がまたさらに際立って、すごく足長に見せてくれます。で、まあこんな感じで服自体がプチプラだったとしても、その時に合わせるバッグとか靴をね、ちょっといいやつにするだけで全体的にすごくこう高見えするんですよ。このカバン実はつい最近ね、私が人生初めてグッチで買ったカバンなんだけど、いいカバンの力みたいなのをね、ものすごく今身に染みて感じてます。このセーターかなり丈短くて、だいたい腹筋の上の方ぐらいまでしかないんですよ。だから普通にね、お腹見えちゃうから、下の合わせるボトムスはね、お腹見せたくない方は要注意です。袖はちょっとドルマンスリーブ気味というか、かなりゆったりとしたサイズ感で、すごい可愛いです。ってことで次のコーデいきますが、次のコーデは今のセーターそのままで、下の、スカートをね、変えていきます。で、これに合わせるのがちょっと GU じゃないんだけど、シーインのね、デニム合わせていきます。これめちゃくちゃおすすめなので、概要欄にリンク貼っておきます。ウエストの調整がフックでできるので、私みたいにね、お尻が大きくてウエストが細いっていう方に特におすすめです。で、これに合わせるのがこのフィラのスニーカーですね。これがめちゃくちゃ可愛い。これも概要欄に購入リンク貼っておきます。差し色にコーチの赤いポシェット合わせたら完成です。大人っぽさ、上品さも入れつつの、ちょっとストリートっぽい感じも着たい、そんな感じのコーディネートです。私みたいな体型がこう上も下もダボっとしたやつを着ると、なんか全体的にダボダボしちゃって、なんか服が歩いてる、服に着られてるみたいな感じになっちゃうんだけど、ウエスト見せることでちょっと体の中の細い部分が見えて、全体的にバランスが良くなります。こんな感じのバケットハット合わせても、ちょっとこうストリート感が増して可愛いんじゃないかなと思います。ただ一個気になってるのが、このニットかなり厚手だから、結構寒い時期用のやつだと思うんだけど、お腹出てると寒いじゃん。そこら辺どうしたらいいのかなと思って、まあ、おしゃれは我慢ってことなのかな。ちょっと皆さんの意見を聞かせてください。ってことで次のコーデいきます。次はね、こちらのワンピース。これ可愛くない？このダークオレンジの色味も絶妙だし、この白いラインがね、またすごくポイントになってて、めちゃくちゃ可愛いのよ。薄手ではあるんだけど、結構こうずっしり感のあるようなニットで、全体的にね、ストンと下に落ちてくれるから、着た時のシルエットもすごく綺麗です。白いラインが入ってるので、それに合わせてちょっと明るめの小物をね、合わせてみました。それだけだとね、ちょっと全体に寂しい感じになっちゃったので、ポイントとしてね、ちょっとこんな感じで帽子なんか被ってみました。
これ確かザラで買ったキャスケットだと思うんだけど、結構すっきりした感じのキャスケットでね、合わせやすくて重宝してます。ということで4つ目のコーディネートがこんな感じ。可愛らしさの中にお上品さもありつつ、ちょっとレトロさも感じさせるような、そんな感じのイメージのコーディネートです。いかがでしょうか。このワンピース自体が結構こう主役感があるというか、インパクトあるタイプなので、他の小物はね、全体的に色を落ち着かせてワンピースを引き立たせてみました。確かね、他にネイビーとかの色展開もあったと思うから、ちょっとオレンジは派手すぎて勇気出ないなっていう方もね、ぜひぜひチェックしてください。これはすごくね、体のラインが綺麗に見えるワンピースだと思います。ということで次のコーディネートに行きます。さあ次はですね、私の大好きな大好きなセットアップのコーディネートでございます。割と定番な感じのチェックの色味ではあるんだけど、このジャケットがダブルっていうのが可愛いよね。私ダブルのジャケットってすごくクラシックで好きなんですよ。で、中に合わせていくのがちょっとトレンド意識して、こんな感じのシアーハイネックティーにしてみました。スケスケですね。サイズ感ちょっと迷ったんだけど、まあ、こんな感じでちょっとインナー的に着たいなと思ったので、今回はピタッと S サイズを選びました。で、小物結構迷ったんだけど、これもバチッとモードに決めたいなと思ったので、この足袋のブーツと、それから旦那のね、グッチのヘビ柄のクラッチバッグ。このセットアップ自体は結構定番な感じなので、なんかインパクト欲しいなと思ってね、ヘビ柄持ってみたんだけど、自分で言うのもなんだけどさ、なんかこの私すごいイケメンじゃない？で、これね、ジャケットもすごい形綺麗なんだけど、パンツの形がすごい綺麗だと思いません？なんか全体的にスラッとまっすぐ長く見える感じ、足が。ちなみにジャケットのボタン閉めるとこんな感じ。ちょっとね、私肩幅が広いので、閉めるとね、若干肩周り窮屈そうな感じになっちゃうんだよね。で、このシアー T シャツが思ったよりも肌の色透けないなと思ったので、こうシアー初心者の方にもね、挑戦しやすいかなと思います。袖口とかはね、こうメローな感じでプリプリっとしてて可愛いです。このパンツはね、ウエスト周りもすごく綺麗で、すっきりしててめちゃくちゃいいです。超おすすめです。ということで次のコーディネートいきます。次はですね、ワッフル地のワンピースですね。これを合わせていくんだけど、これがね、またね、形がもうめちゃくちゃ可愛い。噛むぐらい可愛い。ワッフル地だからこうカジュアルというよりもね、ラフな感じの印象のワンピースではあるんだけど、このね、裾のあたりの生地のたっぷりさっていうのかな、フレア感がすっごくて、見てわかるかな、このひらひら加減。このあたりでね、あんまりラフになりすぎないような感じになってて、すごく合わせ方によっていろんな着方ができそうだなっていう感じ。今回ちょっときれいめな感じで合わせたいので、このさっき着てたね、ダブルのテーラードジャケットと、それから白いブーツに差し色でブルーのグッチのバッグ合わせていきます。はい、6つ目のコーディネート、こんな感じです。ちょっとラフに見えがちなアイテムをお上品に仕上げる、そんな感じのイメージでやってみました。ワンピース以外をちょっとカチッとしたものを合わせることによって、このワッフル地のワンピースがね、ちょっと抜け感みたいな感じになって、全体的にちょっとこなれた感じのコーディネートになってるかなと思います。あと今気づいたんだけど、ジャケットの後ろのしつけ糸取るの忘れてた。めっちゃ恥ずかしい、ごめんなさい。このワンピースね、この縦に入っているラインのおかげで、すごく体のラインが綺麗に見えるんですよ。ちなみにこれ、この後ろのボタン側を前にしても着れる 2way タイプになってます。袖が程よいボリュームのパフスリーブで、ちょっと可愛らしさもあっていい感じです。ちなみにこのワンピースめちゃくちゃ動きやすいです。ということで次のコーディネートいきますが、次のコーディネートもね、またちょっとこのワンピースを着回していきます。次はちょっとガラッとイメージ変えたいので、次に合わせるのはこの古着のね、ベロアのジャケットです。まあ、これ旦那のなんだけどさ、この後ろのゆるいトラさんが可愛くない？なんだろうね、このトラね。まあメンズなのでね、私が着るとかなりダボっとした感じになるんだけど、ここに合わせるのがこの黒のね、ハイカットのスニーカーです。これナイキのやつですね。で、さらにちょっとボーイッシュ感も足したかったので、このチャンピオンのニットの帽子かぶってみました。ということで7個目のコーディネートがこんな感じです。さっきと同じワンピースなんだけど、ガラッと印象変えてみました。どうでしょうか。こういう女性らしいシルエットのワンピースとかにメンズのアイテムガツッと合わせるのって結構可愛いですよね、ギャップがあって。あ、ちなみにこのコーディネートも実は夫が考えたやつなんですけど、普段自分ではね、こういう合わせ方しないから、かなり新鮮な感じでね、面白かったです。自分以外の人にこうアイテム選んでもらったり、コーデ組んでもらったりすると、新しい発見がいっぱいあって楽しかったです。またたまにね、夫に選んでもらおうかなと思います。あと私が夫の服選ぶのも楽しそうだな。はい、ということで GU の秋服で1週間分7コーデ組んでみました。皆さん一番のお気に入りコーデはどれですか？ぜひぜひコメント欄で教えてください。すでにセールになっているアイテムもあるので、気になるアイテムは売り切れる前にぜひ早めにチェックしてくださいね。実は近々もう一つルックブック用意してますので、気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。
それでは最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。